こんばんは。今日はファンの皆さんに重大報告があってこの動画を撮っております。みんなはもうお家ですか？まだお外かな。今日も一日お疲れ様ね。重大報告、重大発表するんですけども、重大発表とか報告とか言うとさ、結構その世の中的に、年末年始も解散とかいっぱいあったからさ、アーティストの解散とかだから、こうネガティブなことを想像してしまう人もいるかもしれませんけども、でも今から俺が発表することはですね、前向きな発表です。だからきっとみんな喜んでくれることやと思うので、安心して聞いてほしいんですけども、安心してください。僕たちは今年2022年、いい報告しかしません。約束ね。それでは発表します。今日する重大な報告、重大な発表というのは実は2つあります。緊張しますね。まず一つ目の発表をさせていただきます。まず一つ目、皆さんのおかげで、ジャミリーのおかげでですね、私白瀬、なんとソロの、初めてのソロのライブを開催できることになりました。人生で初めてのソロライブ、タトゥーというライブです。それがね、こちらです。ダダーン、白瀬ファーストソロライブタトゥー、東京デイ1、7月14日、白瀬デイ、そして東京デイ2がですね、7月15日、ツアーファイナルにもなります。ホワイトジャムの、2日間東京でお送りさせていただきます。1日目が僕のソロライブです。場所はね、7月14日15日ともに、東京なんですけれども、これからね、ちょっとずつ情報解禁していくんですけれども、ジャミリーのおかげです。本当にありがとうございます。70分から80分間のライブになるんですけども、遠方からもね、来れるように、19時半の開演にしました。なので、遠くからでも、全国どっかからでも、来れるように、ちょっとみんなの力を貸してほしいんです。お願いします。絶対来てほしいです。絶対来てください。本当にお願いします。まあ、ソロライブはさ、そのホワイトジャムのライブみたいに、会場いっぱいにできるとかわからないんですけども、でももしよかったら力を貸してください。タトゥーとかロミジュリーとか、その曲をね、知ってくれてる人が全国でもすごい多くなってきたように感じていて、それで開催できるようになりました。きっとね、みんなが日々なんか広めてくれたりとかしてるおかげだと思います。再生回数とか、なんかけなげにさ、何回行きましたねって、一緒に数えてくれたりとか、そういう幸せをね、一個一個丁寧に数えてくれてるおかげだと思います。てか、それ以外で広まる方法が僕たちにはないので、ここまでね、2曲が広まって、本当にそれで一個ね、自分の夢としてきたことが叶うので。で、タトゥーとロミジュリしか知らない人っていうのがもうほとんどだと思うんですよね。 80% ぐらいはもう1曲しか知りませんみたいな、状態だと思うんですよね、きっと。今最近ね、僕のこと知ってくれた人もたくさんいると思うので、全然1曲しか知らなくても全然エスコートさせてくださいっていうか、俺にとっても人生で初めてのライブなんで、もしよかったら白瀬っていうアーティストをですね、一緒に作っていてくれたら嬉しいです。これからね、一緒に歩んでいってくれたら嬉しいです。だから今月知ったばかりみたいな人も、もしかしたら来てくれるんじゃないかな、たくさんと思って。だからエスコート考えますね。7月14日初ソロライブ、1回目っていうのは1回しかないので、よかったらそのスタートをね、一緒に見に来てください。お願いします。で、内容はですね、アルバム作るもっともっと前から考えてたもので、こういう世界観をやりたいっていうのがあって、そこに合うアルバムとか楽曲作りをずっと数年間してきたんですけれども、9つも離れた君との恋からですね、そこからしてきたんですけども、びっくりするぐらいのことを見せるつもりではありますので、期待しててください。こんなライブすんのって思わせれるようにちょっと頑張りますんでね。もうパーツパーツのライブの制作は始まってるんで、こっからコツコツ頑張っていきます。半年ぐらいかけてね。で、いつかやりたいなと思ってたことがやっとね、実現できるんで、めちゃくちゃ嬉しいですね。びっくりするようなライブ作ってますよ。白瀬ファーストライブタトゥー、ソロライブタトゥー、東京デイ1、7月14日、そしてデイ2はホワイトジャムの日ですね。楽しみにしててください。よろしくお願いします。で、ライブとかチケットのことについては、徹夜でライブまとめページ作ったんで、ライブまとめページ概要欄に、ちゃんとこの YouTube の概要欄に貼っときますのでね。本当に全国から来てもらえるように19時半開演にしたのと、あと
電車とか飛行機の時刻も全国調べてライブまとめページに貼っておきますので、すごないみんなの地元からどれぐらいで来れるとか、ちゃんと時刻調べたんでね、来てください。力貸してね。仕事終わった後とか学校終わった後とか来てくれても間に合うようにねしますので、ごめんね、ちょっとなんかもう深夜なので頭が回らなくなってるんですけど、発表したくて。まだ発表1個目ですからね、もう1個発表ありますからね。そして来てください、来てくださいというだけではなくてですね、今日はもう一つの発表です。なんと、こっちはここまではソロでの発表だったんですけども、今度はホワイトジャムでの発表になります。ホワイトジャム、なんとですね、全国51カ所ツアーを今開催しているんですけれども、なんとファイナル10公演を開催できることになりました。場所はですね、東京、宮城、大阪、香川、福岡、広島、北海道、そして愛知、大阪、東京ですね。ファイナル10公演ですね。51カ所ツアーのファイナルです。また、新しいセットリストになります。新曲とか追加されるとかですね。日程はこの通りですね、5月13日東京から始まってですね、九州やったら福岡とか各地方一都市は入れるようにしてますんでね、50カ所ツアー来てくれた人も来てくれてない人もですね、必ずどこか行きやすくはなってますので、全国こういう風にまんべんなく会いに行きますのでね、もしよかったら来てください。そしてこのラストのオールラストはもうこれはデイ1とデイ2はもう絶対全員集合っていうぐらいの感じで来ていただきたいんですけども、このデイ1が白瀬デイになりまして、デイ2がホワイトジャムデイになります。ファイナルデイ1とデイ2がありますのでね、ホワイトジャムの前日にやるのはちょっともう本当に緊張しまくりなんですけどもゼロから作るものばっかり、まだ今ね1月だしね、この夏まあ半年後ぐらいの話になるんですけども、あったかくなってきたらね、ライブまた楽しんでもらえるようにこうやってファイナルを発表することができました。で、夏の話になるし、まあ、今年ネガティブなニュースもまだまだ多い中なんですけれども、ちょっとスケジュール遠いけど、2022年か、なんかこうちょっとでも一緒に目指せるものっていうか、一緒に走っててくれたらええなと思って、ちょっと早すぎるけど発表しました。2022年もね一緒に走っていってくれたら嬉しいです。ちょっと早すぎたかもやけど、カレンダー入れといてな。特に4月10日と7月15日はもう絶対入れといて、お願いします、お願いまあ今日の発表は以上です。まあなんかちょっとまとまりなくてっていうか長くなりましたけどもね、なんか YouTube でこうして発表すること今まであんまなかったと思うんで、ちょっと饒舌に話せてるかちょっとわからないんですけども、カミカミやったらごめんなさい長くなった、ごめんなちょっと長くなった。まあ、まとまりなかったと思うんですけども、また地道にね説明動画とかやっていきますんで、ちゃんと自分の口からなんかこう動画通してでもなんか表情見ながらね発表できたらなと思って、ちょっと深夜なんですけど動画撮ってみましたとにかく7月14日15日はカレンダー入れといてください。カレンダーにハートのマークをもう入れといてください。カレンダー入れたよって報告を待ってますよお願いです。以上まとめると、一つ目がソロライブですね。白瀬ファーストソロライブタトゥー7月14日開催、東京デイワンですね。そしてホワイトジャムの方もファイナルがこういう風に10カ所、開催されますという発表がありましたね。全国会いに行きますので、各地方ね、この2つカレンダー入れておいてください。よし、今日は以上です。バババーと説明しましたけど分かりやすかったかな。おやすみ。時間も場所も超えて俺らはつながってる。その嘘つきな目が優しく笑うから、俺の目を見て服を脱げ。好きだよ。君のボタンをそっと外して、変わらない思いと変わりゆく景色。